明日の試合見に来てくれる？うん、いいわよ。俺明日はさ、試合に出られそうだから、もし俺が試合に出られたら付き合ってよ。うん、ハードルめちゃめちゃ低いけど付き合ってあげる。そのハードル飛び越えて、まあ飛び越えるというかピョンってまたいで。うん、ありがとう。頑張ってね。うん、頑張って出るよ次の日。ねえタナちゃん、なんかそわそわしてるけどどうしたの？あ、いや昨日アキラに呼び出されて。え、また告白？告白っちゃ告白なんだけど、今日の試合アキラが出れたら付き合ってって言われたんだよね。出れたら？ハードル低い？低いっていうかもうハードル倒れてるよ。あとはピョンって飛び越えるだけよ。普通試合に勝ったらとかじゃないの？それはもう諦めたみたいで、試合に出れたらなんだよね。そうなんだ。でもアキラはベンチじゃん。やっぱりアキラベンチじゃん。試合行ってるってないじゃん。やめて。アキラベンチじゃん。ベンチ確定。ベンチじゃん。アキラじゃん。アキラベンチじゃん。やめて。そんなに言ってあげるの？やめてあげて。あ、待って待って、タマちゃん見て。何？アキラ準備運動し始めてんじゃん。あ、本当だ。準備運動じゃん。アキラ出るかもじゃん。後半戦やっと出るかもじゃん。出る。ピピー、ここで選手の交代です。今日は試合見に来てくれてありがとう。約束通り試合に出たよ。付き合ってください。付き合うかい。付き合うかい。あれは出たうちに入らんねえ。もっとちゃんと出てから出直してこい。え、そんな。出直してこい。わかった。じゃあ次の試合5分以上フィールドに出たら付き合ってくれる？ハードル低い。ハードル低い。うん、まあそれは試合に出るのは難しいことかもしんないよ。でも低いのよそれって。告白するにしては。お願い。うん、顔がタイプだけど顔面両手パンチング一発レッドの人だから、ちょっと次は厳しくいかないと。次の試合は勝てたらにしてください。そんな。最初そうだったよ。最初の意見そうだったよ。頑張って試合出て勝とう。わかった。チャンネル登録をするとんぼ。チャンネル登録、タネチャチャチャネネチャチャ。